佐藤美久の女優道始まります。皆さん、今回も佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。新型コロナウイルスの影響が、日本全国というか、世界規模で蔓延大問題になっておりますが、皆様の、周りではいかがですか。手洗い、うがいの、そうですね、励行はもちろんのこと、ちょっとは、ちょっと今は、たくさんの人が集まる、空間などへのお出かけなどは自粛せざるを得ない状況です。ただですね、学校や、医療機関にも大きな影響が出て大変だと思いますが、今、メディアに関わる一員として、皆様にお伝えしたいのは、絶対に風評と申しますか、面白おかしくパニックを煽る情報にはくれぐれもお気をつけください。先日も、トイレットペーパーがなくなるとか、紙おむつが品切れ続出というニュースがありましたが、全く根拠のない、情報に耳を傾ける、ことなく、公式のニュースソースで、ご判断いただきますよう私からもお願いしておきます。こういう時こそ、いろんな発信源で公式の正式な情報収集にみんなで努めていきたいと思っております。オープニングから、この番組らしからぬ、ちょっと、固めのお話をさせていただきましたが、それぐらい今の日本や世界は大変なことになりつつあることか、あるからと、ご容赦いただけたら、嬉しいです。それではいつもの進行に戻りまして、今回最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたので、ご報告させていただきます。いつものことながら、守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、お話しさせていただければなと思います。まずはじめにですね、ワーワーの、ドラマの、こちらがですね、あさって3月15日の夜10時から、スタートします。ドラマなんですけれども、このドラマはですね、大学の授業のシーンで、元々のストーリーは全く違うと思うんですけど、大学の授業60人ぐらいいましたね、参加して、同じ私と、同じく参加、している、方が60人ぐらいいて、まあ、講義、人気な講義を受けるっていうシーンだったんですけれども、なんていうか、大学いや、キャンパスライフっていうのかな、そういうの、キャンパスライフは私あんまり感じたことないというか、そういうこう講義して、なんか先生の話、先生の授業を受けるっていう、ことがなかったので、こういろんな現場で大学生のねお役をいただく時って結構こう新鮮というか、みんなこうやって受けてんだっていうのが、毎回、こう新鮮に取れるので、なんか楽しいですよね。なんかいいな、大学って楽しいんだなっていうのをいつもね、こう大学のこう講義のシーンとかあると楽しいなというふうに思います。この番組、このねドラマもね、非常に、楽しみだなというふうに思います。ぜひ皆さんご覧いただければなと思います。そして、続きましてですね、読売テレビさんのですね、木曜ドラマ、毎週木曜日夜11時59分から、放送されておりますドラマにですね、参加、そして放送がされました。で、ですこのドラマはですね、私の後輩、そして、セカンドベースでね、メインパーソナリティ詰めてますけれども、的場浩司君とですね一緒に、参加させていただきまして、大和美月さん、主演の、ドラマなんですけれども、何ですか、本当に実際のお店を使って、まあ、そこで、まあ、ちょっと推理をするっていう、面白いドラマなんですけれども、まあ、そこで店員役をね、ありがたいことにさせていただきまして、でご一緒させていただいたのが、芸人の、お笑い芸人の、もう中学生さんと一緒に、イタリアンレストラン、イタリアンと中華を融合させたレストランだったかな、で一緒ご一緒させていただいて、もう中学生さんのイメージ、テレビの映ってらっしゃるもうそのまんまで、すごいなんていうか、あ、普段からこういう方なんだっていうのをすごく知れて、で面白かったですね本当に。結構
料理名がちょっと難しくって、ちょっとこう言えないくったっていう部分もあったんですけど、でもそこがまたなんというか可愛らしいというか、すごい現場が盛り上がるくらい面白くて、でも本当にご一緒させて嬉しかったですし、あのオンエアも拝見させていただいて、もうめちゃくちゃ映ってましてもう中学生さんと一緒にこうやって料理を運んでるっていう、なのでもう嬉しかったですね。緊張もしました。めちゃくちゃ緊張しました。手が震えました。もう本当に結構ないぐらい震えましたね。うん。でこのドラマなんですけど、あの Hulu で全話が見れるそうなので、私が8話かなに参加させていただいてますので、もし入っている方ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いいたします。さて続きまして、テレビ朝日さんの、水曜、夜9時からですね放送されてます、私が大好き、そして私の父も大好きなドラマにですね、ありがたいことに参加させていただきまして、いやーもう嬉しかったですまたね水谷豊さん、そして反町隆史さんのお二人を見ることができて、さらにですね、なんと仲間由紀恵さんもですね現場にいらしてまして、いやもう私はもう仲間由紀恵さんというとこう極戦のヤンクミというのイメージがものすごくあって、でもすごく私も大好きなドラマだったので、ご本人見た時は本当に髪が綺麗というか、もうかっこいいというか素敵だなっていうのが、もうザ女優さんという感じが、オーラがこう漂っていて、いやもう見てるだけでもなんか緊張してしまいましたけれども、そんな素敵なお三方に会うことができまして本当に嬉しかったでございます。でもやもね非常に楽しみでございます。はい。そして、続きましてですね、こちらは私初めての経験だと思うんですけど、AI ってあるじゃないですか今ね、はい、流行りって言ってもあれなのかな、まあ、AI のそのなんかカメラを使ったなんか検証用の、撮影に行かせていただきまして、ただただこうある商品を、にかけて見にただ見るっていうだけなんですけど、すごい人数というか年齢層、小さい子からお年寄りの方まで、すごいたくさんのこう年齢層で参加させていただいたんですけど、すごいなんか新鮮というか、あこういうこともあこういうことをするんだというか、まあある企業の検証動画なんですけれども、いやこういう風にね今の時代ネット社会といいますか、がこう動いてるんだなというか、こういろんなこういうのでこう AI とかがこう構築されていろんな商品が生み出されていくんだなっていうのが体験というか、することができて、非常になんかなんだろうな、あ今の世界生きてるなっていう感じがしましたはい。なのでなんかこういうね検証用動画に参加させていただくのもすごいいい経験だなというふうに思いました。ありがとうございます。そして、続きましてこちらもドラマにねちょっと戻りまして、TBS の、ドラマにね参加させていただきまして、オンエアがねあったんですけれども、現場で撮影している、主演がね佐藤健さんと、そして、上白石萌音さんなんですけれども、私参加させていただいた時のカメラワークっていうんですかね、撮影してた時がここ映るなっていうのがあったんですけど、そこがねちょっとカットされてしまいましてちょっと残念、あそっかと思いながら、いやいやでも本当に参加させていただけただけでも嬉しいですし、後ろ姿はね映ってたので、あよかったと思いながら拝見させていただきました。またね、まあでもそういうことはもう全然ありますので、でもそれはやっぱり皆さんがねこう見やすいように編集していただいてますので、それは全然ねもう私は全然悔いとかは全くないので、でも後ろ姿だけでもさせていただいたので本当にありがたいなというふうに思います。はい。続きまして、関西テレビさんですね、以前もねちょっとお話しさせていただいた、ドラマにですね、私たちが普段こう
私とかが普段参加させていただいているこう風景、まあ、エキストラの風景をドラマにしている作品だったんですけれども、これもすごい面白いんですけどね、はい、これもね、なんだっけな、その参加させていただいている、まあ、エキストラ役で出させていただいているんですけれども、待ってるところをねドラマとかにしてるので、もう本当にそのいつもの感じをすればいいので、すごくなんて自然体でいられる感じがすごくある現場だったので、これもねありがたいことにすごいたくさん映っていて、それはもうめちゃくちゃ嬉しいですね。本当にありがとうございます。で、最終回でも映ってるとは思うんですけれども、まあ、それはねまた来月ねちょっとお話しさせていただけたらなというふうに思っておりますので、お楽しみにということでよろしくお願いいたします。そして、続きまして、これもねお話ねたくさんさせていただいておりますけれども、ボイストレーニングにね通わせていただいておりまして、元アイウィッシュの、なおさんのご紹介で、ボイストレーニング通わせていただいております。ですね、2月から、ちょっと本格的に、私のオリジナルソングといいますか、映画「ラストソング1」の、主題歌をですねちょっと、本格的に練習がね始まりまして、いやー難しいはい、普段こう 私たちとかこう今ね聞いていただいてる方がカラオケとかで歌う時って、やっぱもともとこう歌手の方が歌われてるのを聞いて練習というか聞いてそれをカラオケとかで歌うじゃないですか。なのでその歌手の方が歌ってる感じをやっぱりこう真似するじゃないですけど、そういう風に聞いてるので、いざ自分だけの曲ってなった時にどう歌えばいいのかとか、ここのかこうなんていうんですかね、もっとちゃんとクリアに言いたいけど言ってるつもりなんだけどそういう風に聞こえないとか、いやこんなに難しいんだなって改めて思いました。またこれもね映画主題歌リリースへの道ということで、再来週の、ね、放送でもちょっと詳しくねお話しさせていただければなと思いますので、ぜひ、27日の、ね、放送もぜひお聞きいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、そして、さて、新番組ですね、1月からスタートしました、ここ同じく市川うらら FM さんですね、毎月、第2、第4日曜日お昼12時からね放送されております、誠の間ねの収録がございました、今回もですね、真田千佳先生、漫画家の真田千佳先生にですねゲスト出演していただきまして、いやまあ、私もね、好きなものと一つでアニメというのがあるんですけれど もう実際にこう漫画家の方とねお話しするっていうのはやっぱり嬉しいことですし、なんというかどういう観点というかどういう目線で普段こう漫画とか読まれてるのかなっていうのを聞けるっていうのがすごく楽しいですし、こう私もねドキドキします。はい、でもすごく真田先生と私もね結構年齢も近いので、すごくこう好きな漫画っていうのが似ているので、それもまたね嬉しいですなのでね本当に今後ともね真田先生とね仲良くさせていただけたらなというふうに思います。ぜひ、今月ね放送、3月の8日とそして8と、22日の日曜日ですね、ぜひお聞きいただければなと思います。そうですね、8日はそうかこの間ね応援ありましたね、ありがとうございます。映像配信版もねございますので、ぜひそちらご覧いただければなと思います。はい、さてこの1ヶ月ですね、いやー早い2月早い、もうあれと思うぐらいですね本当に。またさらに去年より多分早く感じてると思ってる私はなのでもしね中にはねいやそうかなっていう人もいるかと思うんですけれども、いやなんだろう、ね、年齢的なあれなのかな、うん、すごくやっぱこの1ヶ月1ヶ月が早く感じますね。ただね、しっかりね来月も今月も頑張らせていただければなと思いますので、ぜひぜひ応援していただければなと思います。以上マスリーダイアリーのコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー、
このコーナーは私佐藤美久が、趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で、1ヶ月のうち見た作品の中で、いろんな、意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はですね、先月のカンヌ映画祭で最高、栄誉、作品賞ほかを受賞した韓国映画パラサイト半地下の家族を見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただきたいと思います。まず、公式ホームページから引用させていただきますと、カンヌ国際映画祭では審査員満場一致で最高賞パルムドールに輝いたパラサイト半地下の家族、タランティーノ、ジャームッシュら名称の話題作を抑え、韓国映画として初の同賞受賞という歴史的快挙を成し遂げた。その後も各国の映画祭を席巻。第92回アカデミー賞国際長編映画賞韓国代表にも選出され、受賞が有力視されている。メガホンを取ったのは殺人の追憶、グエムル、半眼の怪物など世界がその才能を絶賛する若き巨匠ポン・ジュノ。本作ではあらゆるジャンルを完璧に融合させながら、今世界が直面している貧富格差への痛烈な批判をも内包した超一級のエンターテインメントとして描き切った。韓国動員1000万人突破、フランス動員150万人突破、香港台湾では歴代パルムドール受賞作品において最多動員数を記録、さらには6カ国で韓国映画の動員記録を塗り替えるなど、全世界で爆発的盛り上がりを見せる傑作がいよいよ日本に上陸する。あらすじはと申しますと、全員失業中、日の光も電波も弱い半地下住宅で暮らす貧しいキム一家、大学受験に失敗し続けている、長男ギウはある理由からエリート大学の友達に家庭教師の仕事を紹介される。身分を偽り訪れた先は、IT 企業を経営する、パク社長一家が暮らす、高台の、大豪邸、思いもよらぬ高級の就職先を見つけた義勇は続けて美術家庭教師として妹義純を紹介する。徐々にパラサイトしていくキム一家、しかし彼らがたどり着く先には誰にも想像しえない衝撃の光景が待ち構えていた。ツイストを聞かせながら猛烈に加速していく 100% 予測不可能な展開、喜怒哀楽、全ての感情が揺さぶられる唯一無二の最高傑作が誕生した。そして、貧しい一家の大黒柱ギテクを演じるのは、殺人の追憶をはじめポンジュの監督と、4度目のタッグを組む国際的名優ソン・ガンホ、変幻自在な圧巻の演技で加速していく物語を牽引する、共演には最後まで行くイ・ソン・ギュン、高級の秘密、チョ・ヨジョン、新幹線ファイナルエクスプレス、チェ・ウシクなど個性豊かな実力派の面々が集結、生活感あふれる半地下住宅、洗練されたモダンな豪邸、そして周囲の街並み、実在するかのような説得力を持ちながら驚異的なスケール感がある空間は、道以外全てセットという大規模なオープンセットで撮影された。ポン・ジュノ監督の、こだわりが細部まで、濃密に感じられる完璧な映像は一瞬にして見るものを魅了し物語へと引き込んでいくということで、大人気ですね。もうこの映画は、パラサイト半地下の家族めちゃくちゃ面白かったです。はい、もうその一言というか、やっぱ賞を取るぐらいやっぱパンチのあるあの映画で、その貧富の差という、ちょっと社会的な問題が、含まれている映画なんですけれども、結構社会問題のこう、映画っていう、社会問題をこうテーマにするものっていうと結構こう、身構えてしまうというか、こうしまうところはあるんですけれども、でもそれを全く感じさせないというか、なんかもう知らない間っていうか見てる間にこうもう
物語に引き込まれていく感じがあって、ものすごいもう途中からこの、あのキム一家ですか、あのをめちゃくちゃ応援します。もう多分これ皆さん多分見ていたら、多分途中からキム一家をめちゃくちゃ応援してる自分がいるっていうのが多分ありますね。で序盤は結構あの面白い部分があったりとかするんですけど、あの中盤からもうハラハラドキドキの連続で、いやもうやばいやばいっていうのがあったりとか、まあ、なかなかねあのネタバレできないから何とも言えないんですけど、このキム一家がそうですね、そうパク社長のクラス、そうそうそう、すごい豪邸のねところでこう帰省というか、あのパラサイトっていうの、帰省イコールパラサイトっていうらしいんですけど、あのそれがまたね、あの早く早くとか早く逃げてとかそういうのが多くて、もうハラハラドキドキの連続で、でもラストシーンがなんというか考えさせられるというか、っていう感じです。なんかもう、言葉に嫌わらせない本当に、はい。でもお一人お一人の役がものすごいやっぱ立って見えるので、ですね、一番素敵だなって思ったのが、あのその家政婦役を、していらっしゃったイ・ジョンウンさんっていう、女優さんなんですけど、いやもう怖いその家政婦してる時と、まあ、ある時があって、あのその差がもうすごいっていう感じがあって、あのぜひあの家政婦さん、あの注目していただけたらなと思います。皆さんそれぞれめちゃくちゃキャラが立ってるので本当に楽しい映画ですね。ただでもすごいその貧富の差という、のはすごく感じられるなっていうふうに思いました。韓国ってこういう感じなのかなとか、日本もねもしかしたら、まあ、私がこう知らないところでこういうねことが起きてるのかもわからないですけれども、でこのキム一家なんですけど、あの一人一人の能力がめちゃくちゃ高いんですよ。でそれをもっと活かせたらいいのにっていうところが何個も何個も何個も出てくるんですよ。それがまた見どころかなっていうふうに思います。なので、で結構このねパラサイトのポスターがまたねちょっとこう意味深というか、なんで白と黒で分かれてるんだろうっていう感じがまたね、なんかいい素敵というか、すごく考えさせられる映画だな、やっぱ賞を取るだけある映画だなと思いました。ぜひねまだ見てない方、もしかしたらまだ映画館でも、私もね結構ギリギリというかもうやってないんじゃないかなっていうぐらいの時に見に行ったので、まだやってるところあるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひお近くの劇場でご覧いただければなと思います。以上、今月の家庭ムービーリポートのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで、事務所の公式ツイッター、もしくは私、佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見ご質問ご感想など、お便りを送りいただけますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。